これは立派なイワシだこと。うまそう。これうまそうだな。あ、目指し食べたいな。シシャモ食べたい。あー、どうしよう。あの、またちょっとキャンプしていいですか。よし、シシャモを食べに行こう。めちゃくちゃ暑いんだけど。シシャモ、もうすぐ食えるからね。わ、アヒージョの素で、あれか、シェラカップか、ケーキ漬け。なんか違う香料使ってるね、これね。サマーショットって、ね、ちょっと期間限定、気になっちゃいますよね。フルサイズで入んないんだよね、これね。すごい惜しい、うん、ちょっと火を起こそうと思います。シシャモはね、あの、焼くだけなんで。ちょっとアヒージョのね、準備をしようかなと。定番ですかね。若干ね、もう下味がついてる、砂肝はですね、これなんだけどね、いけるかな。これは合うと思うんだけど。宮城県産で、シーズニングと。半分で。大さじ4か。下味ついてるから、ちょっと多めに。どうですか、こんな感じですか。こうか。旨味凝縮丸かじり、そうなんですよ、それなんですよね。挟むやつ、仕上がってんじゃないですか、これ。あ、まずマッシュルーム。あ、しめじね。普通はマッシュルームなんだよね。そう。
あ、めちゃくちゃうめ、うん、やっぱねシーズニング最強何やってもうまいわ。砂にもうまこれ。結構カリカリまでしっかり焼きましょう。いやアヒージョうめえなこれ。とんでもない化け物。結構シーズニングがそこで固まりがちなんで、ちゃんと混ぜながら作った方がいいですね。でも問題なくうまい。どうかな、絶対うまいよね。このままいきます。もくのこれ最高だな。これあふかふか、うん、この感じ。うめえ。食い物にね、うつつを流してると火がなくなっちゃう。あ、もう手で持てる。けどこっちは熱い。マッシュルームもいいけどね。このしめじもいいですね。これこのまま2杯目いけるね。追加投入して火かけようか。これはちょっと足した方がいい。足した。替え玉ですけどね、関係なくうまそうですね。全然問題ないですね。無限に作れるかも。すごいね、ずっと熱いよ。全然冷めないんですけど、店の味。店出せるよ、ほんと。 SB さんこれめちゃくちゃうまいんで、お店で出せますよこれ。ほんとやばいなこいつ。石巻で作ってるみたい。まあどれも多分そうだと思うんだけど、小屋は。具だけね。結構量あるな。ああ、油が。
出汁出るもん。とりあえず仕込み完了。火が完成すれば、さあどうなることやら。生でも食えるのと、そもそもこうやって茹でないよね、あんまり。蒸すとかさ、そもそもなんで茹でってないんだろう。なんか理由があるのかな。茹でちゃダメ、もしかして茹でちゃダメだった。あ、でも油だからね、熱を通すことはいいんだと思うんだよね。そろそろいっか。いいよね。よし、いい。あっつ。いただきます。うまいこれ。あ、ありですね。まあ、人選ぶところも相変わらずホヤなんですけど、あ、でもホヤの味の方強いかな。ホヤいっぱい入ったからかな。ホヤの方強いっすね、結構。あのシーズニングとかね、まあ味付けをちょっと濃いめにしてもいいかもしれない。ただあの塩っ気みたいなのはね、ホヤもあるんで、
あの人を選ぶあの磯の香りあるじゃないですか。ホヤ苦手だっていう人多分あれが苦手なんだと思うんですけど、あれはね綺麗に残ってる。うん、歯応えもいいね。うん、全然ありですねこれ。むしろなんだろう、こう宮城県っていう感じをね味わいたいんであれば、ちょっとやってもいいんじゃないかなと思いますね。もうちょっとねニンニクやっぱり効かせた方がいいかもしれないな。これは梅風味かもしれない、うん、やっぱり油にホヤの味しっかり出てるんで、これやっちゃうと、あのパンをつけて食べるとか、あの時にね、ま、これじゃなかったんだなってなるかもしれない。おすすめはホヤ入りとホヤなしで分けて2回作った方がいいかな。やっぱりね珍味なところがあるんで、これはそれ言うとねやっぱほどほどがいいかなって気がしますね。シーズニング一袋で3回いったね。いけるもんだね。あーでもうまみがすげえ残ってる。これめちゃくちゃうまいぞこれ。これさ飲んでいいやつだったのかな。もうないんだけど、もしかして死ぬかな大丈夫かな、ちょっと心配になってきた。あでも一袋で食塩 1.9 だってギリセーフじゃない。ラーメンとかで全然いいでしょ。じゃあ飲んでよし飲んでよし飲んでよし。油の量はちょっと目つぶってもらって、オリーブオイルだからいいでしょ。あやっちまった、全部飲んじゃった。やばいね、ちょっと水とか飲もうか。いや、マホヤから結構塩分出てたんじゃねえかな。ああ大丈夫かな、なんか後で具合悪くなったりしないよね。とりあえず買ってきたものを全部食べたんでごちそうさまでした。時間は2時39分30枚12時1時頃か、からはおよそ2時間ダラダラ食い続けると。やっぱバーベキューこんなもんだよね。